プーチンはクソだ。ロシアから集落奪還でウクライナ兵士おたけび。キム総書記はプーチン氏にエール。正義は必ず勝つ。ウクライナ軍が反転攻勢の開始以来、初めての成果だとする集落奪還を発表した。ボロボロの建物の中を兵士たちが前へと進んでいく。上の階に上がると兵士たちは窓から青と黄色のウクライナ国旗を掲げた。ゼレンスキー大統領もついに認めた大規模な反転攻勢の開始。ウクライナ軍は東部ドネツク州で複数の集落をロシアから奪い返したと発表。反転攻勢の開始以来初めての成果だとしている。村を奪い返したとするドネツク州の別の場所でも、ウクライナの兵士たち、ウクライナに栄光あれ、敵の奴らには死を、プーチンはクソだ。そのプーチン大統領は週末、一時重篤説も流れていたベラルーシ・ルカシェンコ大統領とロシア・ソチで会談した。色とりどりの花とフルーツが並んだテーブルを挟んでこんなことを話した。ロシア・プーチン大統領、来月の初めにもベラルーシで戦術核の配備を始める。ウクライナ側、ロシア側ともに動きが加速している中、意外な人物がこんなラブコールを送ってきた。ロシア軍部と傭兵ワグネルの対立が最高潮に、契約は結ばない。ロシアの民間軍事会社ワグネルグループの設立者エフゲニー・プリゴジン氏がロシア国防省の統制に従うという契約を拒否し、軍部とワグネルグループの対立が最高潮に至っている。プリゴジン氏は11日現地時間、ワグネルグループはセルゲイ・ショイグ国防相といかなる契約も結ばないと明言した。ロイター通信が報じた。プリゴジン氏の発言は、前日にショイグ国防相が来月1日までに全ての自発的な派遣部隊と契約を結ぶよう命令したことに対する反応として出たもの。ロシア国防省は、ショイグ国防相が軍の効率を上げるためにこのような命令を下したと明らかにした。国防省は、この措置は自発的に参戦した編隊に法律的な地位を付与し、包括的な対応体制と任務遂行を組織化することで一貫性を与えるためのものだと説明した。国防省は具体的にはワグネルグループに言及しなかったが、ロシアメディアはこの措置はワグネルグループを屈服させようとする試みだと解釈して報じた。プリゴジン氏は、国防省が契約の不履行を盾にしてワグネルグループに武器を供与しないだろうと予想している。プリゴジン氏は、この命令の後に繰り広げられるのは、彼らが私たちに武器と弾薬を与えないということになるだろうと述べた。プリゴジン氏は、ショイグ国防省の命令はワグネルグループには該当しないとして、ショイグは軍の編成を適切に管理できないと攻撃した。さらに、現在のワグネルグループは、ウクライナ戦争を率いる総司令官であるセルゲイ・スロビキン将軍と作戦を調整していると付け加えた。スロビキン将軍は昨年10月にウクライナ特別軍事作戦の合同軍総司令官に任命されており、ロシアやチェチェン共和国、シリアなどで人権を蹂躙したという疑惑を持たれている人物だ。ワグネルグループはウクライナ東部のドンバス地域でロシア軍の先鋒隊の役割を果たし、戦略的に重要なバフムトの占領に成功するなど、ウクライナ侵攻戦争で成果を上げた。プリゴジン氏はその過程でショイグ国防相とワレリー・ゲラシモフ総参謀長は無能だと公の場で攻撃するなど、軍首脳部と対立していた。特に先月23日には、ロシア支配階層が戦争に安易に対応すれば内部分裂で革命が発生する可能性があるとまで主張した。プリゴジン氏の軍首脳部への攻撃は、ロシア内部の軍批判勢力を代弁し、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領体制後の権力闘争を意識したものではないかという指摘が出ている。
解説、ウクライナの反転攻勢、どうなれば成功なのか。ウクライナ軍が反転攻勢に出ている。だがウクライナ側は反転攻勢と呼ぶな、これは攻撃であり、私たちの土地からようやくロシア軍を追い出すチャンスだと訴えている。その主張は理解できる。しかし実際に成功するには何が必要なのか。まずウクライナが最近激戦の末に領土をわずかに奪還していることに気を取られるべきではない。ウクライナが東部ドネツク州と南東部ザポリッチャ州で半ば放棄されていた集落を取り戻しているのは確かだ。数ヶ月にわたって膠着状態が続いた後、戦闘の汚れを身につけたウクライナ兵が弾痕だらけの建物の前で青と黄色の自国旗を勝ち誇ったように掲げる姿はウクライナ国民の士気を高めるのにうってつけだ。だが戦況を大局的に見ればこれは本筋のことではない。反攻で最も重要なのはロシア支配地域の南部ザポリッチャ市とアゾフ海の間にある地域だ。ここは陸上回廊と呼ばれ、ロシアと同国が不法に併合したクリミア半島を結ぶ役割を果たしている。下の地図でわずかに紫色の地帯は、昨年の侵攻初期から状況がほとんど変わっていない。もしウクライナがこれを二分割し、奪還した地点を維持できたなら、反攻はほぼ成功と言えるだろう。西側にいるロシア軍を孤立させ、クリミアに駐留するロシア軍への補給を困難にすることになる。ただ、それは必ずしも戦争の終結を意味するものではない。この戦いは何年も続くと予測する人もいる。それでも、いずれ必ずや行われる和平交渉に、ウクライナは有利な立場で臨むことができる。一方、ロシアもかなり前にこうした地図を眺め、同じ結論に達している。ウクライナが兵士らを北大西洋条約機構 NATO 加盟各国に送って訓練を受けさせ、この夏の反攻作戦に向けて12個の機甲旅団を準備していた間に、ロシアは世界で最も手強い防衛線の要塞を築いた。アゾフ海を目指して進んでくるウクライナ軍を、ロシアは地雷やコンクリート製の対戦車障害物、竜の歯、攻撃拠点、深くて広い塹壕で待ち構えている。この塹壕は、ウクライナに供与された戦車、レオパルト2や M1 エイブラムスを足止めさせるものだ。これらすべては、ウクライナの装甲車とその乗組員が突破口を見つけようとして止まっている間に、砲弾の雨を浴びせるようあらかじめ調整されている。まだかなり初期段階ではあるが、これまでのところ、ロシアの防衛はしっかり持っている様子だ。ウクライナはまだ戦力の大半を投入していない。現在の動きは、ロシアの砲撃拠点を明らかにし、防衛線の弱点を探るための偵察攻撃だ。ウクライナは士気の点で勝っている。兵士らのモチベーションは高く、侵略者から自分たちの国を解放しようと戦っている。ロシア兵の大半はそうしたモチベーションを持っていない。さらに、多くの場合において、ロシア兵の訓練、装備、リーダーシップは、ウクライナ兵のものより劣っている。ウクライナの軍参謀本部は、同国軍が一定の突破を果たせば、ロシアの士気は低下し、それが戦線に広がって、ロシア兵らは戦意を失うと考えるだろう。ウクライナにとって有利な点は他にもある。NATO 諸国から提供された兵器の質の高さだ。ソビエト連邦時代に設計された装甲車と異なり、NATO の戦車や歩兵戦闘車は直撃弾に耐えることも珍しくない。少なくとも中にいる乗員を守るので、その乗員は戦い続けることができる。しかし、ロシアの砲撃やドローン、無人機攻撃にそれで十分に対抗できるのか？ロシアはウクライナよりはるかに大きな国で、より多くの資源がある。この戦争を始めたウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナを消耗させて来年までにこの行き詰まりを引き延ばせれば、アメリカをはじめとする同盟国が高コストの支援に疲れてしまい、
停戦のため妥協するようウクライナに圧力をかけ始める可能性があると承知している。